あれもこれもやった楽しかったありがとう。いけないことで頭が重くなる。時計の針は無情にも止まることを知らず、焦りを感じた時がスタートだ。こんばんは、シンガーソングライターの岸のりこです。市川うらら FM83.0MHz よりお送りしておりますユニバース .com。 この番組は学生支援×音楽をテーマに様々なことに挑戦していく番組です。さあ今日もですね、学生さんに司会を務めていただこうということでございますが、今日はどなたがやってくれますか？はい、私です。エリオです。エリオさん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ自己紹介、自己紹介って言ってもいつもの、ターナー先生、よろしくお願いします。はい、ボイストレーナーのターナーです。今日は本当にエリオの、司会をすごい朝から楽しみにしてました。お願いします。お願いします。アキさんもお願いし、よろしくお願いします。はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、そしてのんちゃんもお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてあのねプロジェクトくるみとしんちゃんもよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、しんちゃんです。お願いします。ありがとうございます。というわけで今日ちょっとお話ししてほしいなって思ったのは、あきさんの前、お金の話をしてみたいなっていうことを聞いたので、あきさん、このお金の話詳しく教えてもらってもいいですか？はい、よろしくお願いします。あのお金の話をするんですけど、これユニバース .com にちょっとやっぱり関係していて、その欲しいものをきちんとオーダーして、で行動していってこう得ていくっていう、全くお金がない状態でどっから始めたらいいんだとか、あるいはお金なんてっていうこともよく聞くので、実はお金も好きなだけ手に入りますよっていうことをですね、ちょっと今日説明していきたいと思っています。まず最初にお金が欲しかったらこの口癖はやめてねっていう、その禁句をですねちょっと上げてみたいと思うんですけど、これよく聞く言葉なので、まず最初に、例えばうちにはお金がないからだったったみたいな感じですかね。でそれはもしかしたら今の今事実かもしれないんですけど、それを言い続けてしまうとこの先何年経ってもうちにはお金がないからって言い続けてしまう現実が来てしまったので、今日それを断ち切る。でそのために新しい口癖にしてほしいのは、例えば宇宙にはお金はいくらでも無限に存在している、私はそれを受け取る準備ができていますというような口癖ですねに変えてほしいということ。であとをよく聞くのは、例えばもう少し経済的に安定したらだったった、例えばそうだな、人生において大きなイベント、結婚をすることを考えているとか、あとは子供をいつ作ろうとか、あるいはそのサラリーマン辞めていつ起業しようかとか、そういうことを考えている人たちの中でよく聞くんですね。これもう少し経済的に安定したらしようかなっていう、これを、新しい、言葉に変えてほしいんですけど、もしそういう考えが出てきたら、必要なお金は必ず届けられる、だから今行動するっていう口癖に変えてほしいと思っています。それはやっぱりオーダーの話でうちにはないからっていうと、
やっぱりないっていう現実は届けられるし、いつかたまるかなっていう話をしたら、やっぱりいつかたまるっていう現実になっちゃうっていう、そういう話ですか？うん、その通りです。エリオも十分学習したね。学びましたで、あとその人生そんなに大きなイベントではないんだけど、何かこう新しいことをやってみようかな、何か例えば習い事をしようでも何でもいいんだけど、そういう時に聞くのはもうちょっとお金貯めてから、てんてんてん、これもよく聞くんですけど、これもあまりよろしくないので、まあ、こういう時もやっぱりこう必要なお金は必ず届けられる、だからこう今買うってこう決めるみたいな、そういう言い方をした方がいいですね。あとはそうだな、お金なんてとか、これはもうお金大好きに変えてほしいし、あるいはそのお金持ちに対する否定的な考えを持ってる人も多くて、なんかお金持ちってさみたいなで、お金をすでに持ってる人を否定してしまうと、お金をやっぱり否定してしまうことになって、でそうすると自分のところにやっぱりお金が回ってこなくなる、そういうエネルギーを発してしまうので、やっぱりここはこうなんだろう、そういうお金持ち、いろんな、なんか汚職だなんだってニュース入ってくると思うんですけど、まずそういうニュースを入れないっていうことが大事ですが、入ってきてしまっても経済を回してくれてありがとうぐらいの感覚でいるといいかなと思ってます。なのでいろんな場面でこういうお金に関するネガティブな口癖を言ってしまう人が多いので、まずそこに気づいて、できるだけネガティブな口癖は使わないっていう方向に持っていってほしいっていうのが第一ですね。でさっきエリオがそのユニバース .com と関係しますかって話あったけれども、まさにそうで、やっぱりこうお金が入ってくる、入ってきやすい、そういう流れを作るには、ユニバース .com の存在を信じるっていうこと、宇宙っていう言い方もしてもいいし、神様っていう言い方をしてもいいですけど、そういうなんか見えない力みたいな、その存在を信じるっていうこと、それからユニバース .com が欲しいものは何でも届けてくれるって信じること、でそれからそのことに対して心から感謝できる、するっていう、そのことですね。この感謝をするっていうのは非常に大事なんですけど、ちょっと後で説明するね、詳しくね。でこの、信じてそれが届けられる、それに感謝する、これがもう普通にもう確信となっているレベルまで練習してほしいんですけど、でそうなると大体自然となんか知らないけど、こういろんなものが作用し始めて、お金がこう入ってきやすい流れに変わっていきます。でありがとうを連発しなさいって一番最初の頃7月に言ったと思うんですけど、ありがとうを連発してほしいって言ったのはこれが原因なんですね。作用反作用みたいなものがあって、ありがとうっていうエネルギーをこっちから発すると欲しいものがこう跳ね返ってくるっていう、そんな感じなんですね。ちょっと具体的な例を言わないと皆さん分かりづらいと思うんで、例えばの話なんですけど、私よくコロナの前は出張で飛行機によく乗ってたんですけど、フライトアテンダントさんにありがとうを連発するっていうのをよくやってました。いっぱいお客さんいますから、特に私に特別なサービスをしてくれてるっていうわけでもないんですけど、もうとにかくチャンスがあればどうもありがとう、どうもありがとう、いつも大変だね、どうもありがとうってずっと何回も何回も言うんですね。でそうすると何が起こるかっていうと、そのフライトアテンダントさん、私に他の人よりもいいサービスを提供してくれるようになるんです。きっと嬉しいんでしょうね。こうみんながお金払ってるんだからサービス受けるの当たり前だろって思ってるような人たちが周りにたくさんいる中で、一人だけなんかいつもありがとうって言ってくれる、そのことに対して私も何か返したいってきっと思ってるんだと思うんですよ。なのでサービスレベルがこう上がるんですね。で上がるからもっとありがとうって言いたくなるじゃないですか、こっちは。でもっと言うともっと上がってくる。でフライトが終わる、何時間か経ってフライトが終わる頃にはもうなんかお互いこう笑顔でいい関係で、いいフライトどうもありがとう、いえいえいつもありがとうございますみたいな感じで終わるんですよ。で何度かこれをやって、もしその同じフライトアテンダントさんに当たったりした時に向こうが覚えててくれたりもするんですよね。だからもう最初からいいサービスがこう受けられるっていう。でここでちょっと考えてほしいんですけど、何かすごくいいものがあったから私ありがとうって言ったんではなくて、今いただいているサービスに文句を言わずにそれに対してありがとうって言ったんですよ。でそうすることで反作用的にもっといいものがこう返ってくる、欲しいと思ってる、私はもっといいサービスをしてほしいと思っていたから、それが返ってくる、自然に返ってくる、でそれにまた感謝をする、もっといいものが返ってくるっていう流れを作ったのは私ですよね。
サービスを受けていない前にありがとうって言ったことで、そこからがスタートポイントっていうことです。でこれ飛行機に乗らない人もいると思うんで、例えばレストランとか、あるいはコンビニでやってほしいんですよ。近所のコンビニ何回も行きますよね。で店員さんの顔ももしかしたら覚えてるかもしれない。そしたらいつもなんか100円で何か買った時に、いつもお疲れ様ですとか、今日は暑いのにお疲れ様です、どうもありがとうって、ありがとうって買うたんびに言ってみてください。きっとそのコンビニの店員さんのサービスは数日数週間後に変わっているはずです。そしてそのありがとうって言ってもらえた店員さんも多分気分が良くなって、次のお客様へのサービスが良くなったりもするはずです。そういう空気流れっていうのが生まれてくると、どん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 自分が欲しいものが入りやすくなってくる。でこれを宇宙とやるわけです。お金が欲しかったら。どういうことかっていうと、環境とか状況が整ってから感謝するんじゃなくて、今の環境とか、まあ、状況に感謝しつつ、でその中で自分自身が今日できることに集中して行動する。でそしてそのことに感謝をする。でそういう循環を自分自身で作ると、さっきの例のフライトアテンダントのサービスが向こうから勝手にやってきたように、お金は向こうから勝手にやってくる、こういう流れができるようになってきます。なるほど。確かに私もいろんなイベントの受付とかやったことあるんですけど、そのすごい優しく接してくれるお客さんとかがいると、やっぱり一気にうわ好きだなってなります。そういうことなんですかね。やっぱりそういうことだね。で宇宙もやっぱり、あなんかエリオがいつもありがとうって言ってくれるから、なんかもっとやりたいな、何が欲しいんだろうこの子はって思うようになるってことです。なるほど。で後半戦に入る前にどうしましょう、はい、一曲皆さんに聞いていただけますか。あそうですね、ぜひ。じゃあ今日はどの曲を流してくれますか。今日はですね、またちょっとビートルズに戻っちゃうんですけど、皆さんよくご存知の Hey Jude はどうでしょうか。 Hey JudeDon't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain.A fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na. Hey Jude, don't let me down. You have found her.Hey Jude
いえいえ、いつものようにカラオケ楽曲は金山良平さんのものを使わせていただきました。ゴールドマイン 1969.com 皆さんぜひ行ってみてください。はい、カラオケも素敵でした。じゃあエリオさんに戻します。はい、はい、じゃあ続いてはっていうか先ほどのお金の話後半戦、アキさんお願いします。はい、次、にお話ししたいのはお金と対話をしていますかっていうお話。例えば給料日とかってお金が入ってくる日ってすごい嬉しいじゃないですか。お金払うときはみんなどうだろう、どんな気持ち。例えばエリオ、お金コンビニでお金払うときどんな感じ。いや、今月あといくら使えるかなって思いながら。だよねそういう感じだよね。お札がなくなるときはちょっと悲しみながら出してます。だよね、紙幣がなくなるときちょっと悲しくなったりするよね。でお金を支払うとき、私が心の中でいつも お金に話しかけてるんですけど、こんな風に話しかけてます。また欲しいものを届けてくれてありがとう。君に愛を乗せて少しの間手放すから、たくさんの人を幸せにして、たくさんお友達連れて帰ってきてね。いつもありがとう、大好きだよって言っていつもお支払いしてます。まずありがとうだよね、感謝の気持ち。それからそのお金を手放すんだけれども、一時的に手放すよっていうことね。で戻ってくる間にたくさんいっぱい人を幸せにして、このお金でね、戻ってくる時には君のお友達、つまりもっとお金のお友達だよね、たくさん、例えば1000円払ったら1万円で帰ってきてねっていう話ですでそういう気持ちをお金に伝えながら、いつもありがとう、大好きだよって言って手放してます。でこれを皆さんにもぜひ今日からやってほしいんだけど、本当に面白いことが起きます。ある日突然臨時収入が入ってきたりとか、まずお金を払うことが嫌でなくなります。なくなるっていう感覚じゃなくて、これで人が幸せになるとか、これをすることでもっとたくさん戻ってくるって感覚になってくるから、お金を払うたびになんかすごく楽しい気分になってきます。これがいいエネルギー、お金が流れやすい、自分に流れてきやすいいいエネルギーを発するっていうことだと思うので、ぜひやってください。なるほど。最近思ったことなんだけど、こういくらお金をいくら持てるかって、その金額ね、これって自分がいつも どういう金額の話をしてるかっていうことで決まるんじゃないかなと思って。例えばね、100万円ってゼロがいくつありますかって聞かれて3秒以内に答えられますか。多分1、10、100、1000って数えるよね。そうですね、数えるよね。例えば100万円とか1000万円って言われて、ゼロがいくつあるのってポーンと出てくる人って普段そういう金額を扱ってるんですよ。だから全然問題ない。でここでエリオに一つ質問ね。10円ってゼロがいくつある？1。はい、すぐ出てきたね。はい。100円は？2。で、多分このレベルのお金って、もう毎日やり取りしていいよね。だから、このレベルの金額って慣れてるよね。まあ、10万円とか100万円って、そんなにね、毎日やり取りしてると思わないので、なかなかそんな金額考えないと思うよね。でもやっぱりそういう金額、100万円とか1000万円をポーンと使えるようになりたいんだったら、そういう単位の数字でいつも会話できるようになってないといけないかなって。例えば周りにお金持ちって言われるような人がいたら、その人たちにお金の稼ぎ方を教えてもらうのもいいし、日経新聞とか、見ると大きな数字がこう出てきますから、まあ、いろんな新聞とか、まあ、サイトでもいいですけど、大きな数字に慣れるっていうところからスタートするといいかなって思っています。でそういうなんか大きな数字をさ、こう自由に扱っている自分をこう想像しながら、ニタ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 してると勝手に入ってくるような感じかな。でそこに違和感があるとやっぱりいけないので、いきなり明日1億円とか言っても多分違和感残ると思うから、自分が違和感残らないレベルでね、徐々に大きくしていくと、入ってくる金額、自分が扱ってる金額っていうのも大きくなって
ていくかなと思います。でこの宇宙からどれぐらいお金がこう自分のところに流れてくるかということと、それから、まあ、自分がその受け取る金額、この関係性ってなんか湧き水にどの容器を持っていくかっていうことで似てるような気がするんですよ。こう延々と湧き出てくる水がそこにある。もっと欲しかったらもっと大きな容器を持っていけばいい話ですよね。でそのどの大きさの容器を自分の心が持っているか、受け入れられるそのキャパをどこまで自分の心に持っているかっていうことで受け取る金額って決まっていくかなって。だから宇宙はその富っていうのは無限にあるよっていうことを信じてほしいし、で他の人から奪ったりしなくても自分でその受け取る分いくら欲しいっていうそのキャパを決めてしまえばそこに入ってくるようになっているよっていうことを信じてほしいなと。もう一つだけ、本当に大きな富、その何千万円何億円というような富が欲しかったら、やっぱり人と関わる必要があると思います。富って人からね持たされることがあるの多いので、だから自分自身がクリエイターとなって、こう人々が価値を見出すようなものを想像って作っていく、想像ねしていくとお金は自然と入ってくるかなって思いました。何か質問ありますか？じゃあ私から一個いいですか？どうぞ。その一番最初の口癖の話で、自分まだちょっと経済的に良くないとか、もうちょっとお金が貯まったらっていうのは良くないっていう話をさっきしてたと思うんですけど、頑張って働いて、なんか何百万円まで貯めたら結婚しようとか、ここまで働いて、いくらまで貯めたら、結婚指輪を買おうとか、そういうのはありだと思いますか？きっかり期限というか、ここまでやったらっていう計画があるっていうのは。何でもありなんですよ。で、何でもありっていうのは、例えばその結婚指輪を買うのが、まあ、いつになるのか、その富を得るのがいつになるのかっていう、まあ、タイミングの話もあるんですけど、結婚指輪が欲しいと思って、例えばそこに100万円が必要だってなって、自分の貯金が30万円だ、さああと70万円どうしたもんだかなって言った時に、70万円貯まるまで待とうって決めるのも当然ありなんですけど、そこでその100万円の結婚指輪はもうすでに手に入ったっていうオーダーをしてほしいんです。いつか手に入るようなじゃダメってことですか？いつか手に入るだと1年後もいつか手に入る、うん、2年後もいつか貯まったらって言ってると思います。だから例えばね、結婚するのにいいタイミングなんてないんですよ、うん、でそのもしそのタイミングがあるんだとしたら今です。そう思った今で結婚してしまえばお金って結構なんとかなっちゃうもんなんです。子供ができてもなんとかなっちゃうもんなんです。だからあんまり心配しないで、お金のことを心配するとやっぱりお金のことを心配していく人生になってしまうから、だから無限に富っていうのは存在していて、私が受け取る準備さえできていればいくらでも流れてくるから大丈夫だから、今動こう、今しよう、そんな感覚でいることが大事だってことです。なるほど、ありがとうございます。なんか感想だったり質問だったり、しんちゃんどうですか？ありますか？はい、あきさんお話ありがとうございました。僕の方から感想をシェアさせていただきたいなというふうに思います。まあ、今回お金の話っていうことだったんですけど、本当に自分の今までの行動とかを振り返ってみたら、結構そのうちにはお金がないからっていうのをすごい口癖になっていたなっていうふうに思っていて、そのアキさんのお金に対する姿勢っていうものを僕もちょっと見習って、お金に対しての向き合い方をちょっと改善していきたいなっていうふうに思いました。で、なんかそれに加えて一点すごい僕の中で感じたのが、そのお金が、僕にはお金がないからっていう口癖を結構行動を起こせない時の言い訳に自分はしていたなっていうのをすごい感じて、なんか今までは言い訳というよりかは行動を制限する障害みたいな感じで捉えてた面が大きかったなって思ったんですけど、なんかアキさんのお話を聞いて、僕にはお金がないから、例えばプログラミングの講習とかレッスンとかがあって、そういうの受けたいなって思ってても、あでもうちにはお金がないからできないかなっていう風に考えていたりとか、なんか僕にとってそういうお金がないっていうことが行動を制限する言い訳になっていたなっていうふうに感じていて、
て、なんかこう、秋さんみたいにお金に対する、ポジティブな姿勢っていうのをもっと取っていけたら、その考え方を変えることによって自分の行動とか、その先の未来とかもすごい変わってくるだろうなっていうのをすごい、お話を聞いていて感じました。よかった、よかった。はい、しんちゃん、ありがとうございました。くるみ、どうですか？じゃあ次は。そうですね。今なんかいろいろ考えちゃって、例えばそのアキさんって最初の方のユニバース .com の話の中で学生を支援したよっていう話があったと思うんですけど、うん、例えば生まれながらにしてそういう例えば、まあ、経済的に恵まれないお家に生まれた子供とかそういう環境にあった子とかって結構そのなんて言うんだろう、今の話が入ってこない部分もあるのかなと思っていて、リスナーのさんの中にはそういう人ももしかしたらいるんじゃないかなと思っていて、どういうふうにこう気持ちを転換していけばいいかみたいなところもちょっと聞いてみたいなって思いました。うん、わかりました。いいとこついてきたね。まず今の環境でね、お金がないっていう状況の場合にそれを否定することはしないでください。無理にお金がないんだけれども無理にあるんだ、うちにはあるんだって言ってもやっぱり心の中には違和感しか残らないじゃないですか。そんなこと、そうは言ってもそんなことないじゃんっていう感じになっちゃうん でだからその否定はしないでほしいんですね。でもう認めちゃう、受け入れる。でもそれをこれから未来永劫をずっと言い続けては欲しくないっていう意味なんです。今この瞬間からあなたの未来が変えられる。そしてあなたの未来はお金がたくさんある状態に今から持っていける。その持っていく第一段階として口癖を変えてほしい。今お金がないからっていうことを言ったその瞬間に、あ、今言ったのキャンセル、今そうやって思ったのキャンセル、実は宇宙にはお金がいくらでも存在しているから私はそれを受け取る準備ができましたよに変えてほしい。ここは例えば私がそれを受け取る準備ができているっていうことに違和感がなければ、あるいは違和感がなくなるまでそれをこう言い続ける、考えることができればそういう状態に変わっていくので、その先からどんどんお金が自分のところにも流れていくような、来るような流れができ始めます。人間関係も変わってきます。それ新しいね、口癖を言い続けることによって変えることができるから、今から変えてみてくださいっていう、そういう意味です。なるほど、ありがとうございます。アキさんのユニバースとここの今のお金の話もなんか過去がどうとかこれまでがどうだったっていうよりはこの先どうしたいかどうなりたいかっていうところを大事にするっていうことなんですね。うん、そうだね。過去の印象を変えることはできるけれども過去に起こったことはもう変えられないじゃないですか、うん、っていうのは例えば失恋してその時は最悪と思ってたけど今から考えたらあれで良かったよねっていう過去が良くなるっていうこういう変わり方はあるけれども、失恋したとか別れたっていうその事実は変わらないよね、うん、でお金がなかったっていうそれは変わらない。だから過去のことをあんまり考えてもしょうがないし、で、まあ、将来のことも実はあんまり考えてもしょうがないんですね。だって分かんないもん何が起こるかなんて。だから集中してほしいのは今なんです。今ネガティブなことを考えるのか、今からこういう風になりたいっていうそういう自分の、ね、想像した部分を考えていくのか、でそれによって未来がどん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 変わっていくっていうこと。ありがとうございます。うん、もしこれ聞いてもらってリスナーの方もクリアになってもらえたら、くるみナイス質問。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。まだもうちょっといろんな話も聞けそうだけど、今日のユニバースのところの時間が来たのでここまでということで、今ちょっとお金がないなとか思ってる人は、お金がなくてこれできないなって思う人は、いろんな横断の仕方を考えてみたりとか、ちょっと勇気を出して行動してみてください。というわけで皆さんありがとうございました。さよなら。さよなら。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。